懐かしい堀江由衣です。真似してくれて間違ったのありがとう。いいえこれやばいな。何、うん、ストップウォッチはね、今一応20秒でも、うん、これも遅れた。本当、あとこれあんま関係ない。関係ないか、うん、そうだよ、そうだよね、うん、だって何分喋るか分かんないんだもんね。なんか終わりが何分までとかがないから、うん、あんまし関係ない。いまいちね、使い切れてないの。そうそう、うん、そう、もらったのね、これね、親方に、うん、でも一応早く合わせた。ありがとう。ゆかりのとは一緒になる。よし、ブチ動いた。よし、よし、頑張ろう。頑張る。うん、先週はたい焼きを食べました。あ、そうそう、答え。あ、そうだ。先週の食べてたものの答えは、発表します。はい、どうぞ。はい、これね、ちゃんとゆかりたち、うん、引いた引いた引いた、ちゃんと引いたよね、うん、平等に引いた、うん、はい、ペンネームジャック・デンプシーさんです。さあ、あたり、うん、ゆかりの方はね、ペンネームトモノリくんさん、くんくん、ありがとうございます。ありがとうございます。それぞれの、 あのポストカードに何か落書きをして、うん、届くと思います。はい、もうこれちょっと使ったやつは分かんなくなるから、置いたらね。っていうかし、床に置くのはどうなんだろう。いやいや、そう、採用分どんどん床に置いていくのはどうなんだろう。おつおつ机の上に乗っけてる。そう、ね、間違ってるよね。狭いからいけないんだよ、ここ。おじゃじゃ狭いよね。狭いの。だってね、乗らない。大変なことに、ゆかりの周りはなって、うん、今特に、今日特に大変なことに。そうなのよ。面白い。はい。この番組は、ヤマタナデシコに関するいろんなものを作っていこうという番組でした。え、過去？これからいろいろできていくんで、皆さんお楽しみに。それでは行きましょう。今週の、天使アバグリがちょっとして、お蕎麦の味もするの。井の久米さん食べたい？間違ってるよね、名前はね。名前は間違ってるけども。あったあった。生の目さんか。生、うん、の目さん？生の目さん。あ、蕎麦の味。ね？でしょ？ざる蕎麦の味でしょ？うん。信州地区限定だそうです。美味しいの、これ。信州の方はぜひ、うん。うん。どこだっけ？長野のお土産？長野？長野に行ったんだって。長野か。うん。長野の方はすごいね、プリッツさ、いろいろもの考えるよね。あとさ、うん、お菓子、そのさ、地域限定のお菓子ってすごいのない？どんなの？なんかさ、なんだろう、別に商品名とか言ってもいいのかな、うん、ベビースターとかでもさ、うん、すっごいいろんなのない？ベビースター好きね。私大好き、絶対買って帰るもん。だってさ、ゆかり実家帰るときに、お土産何がいいって言ったら、ベビースター、ベビースター、ベビースター限定のベビースター。何が限定かわかんなかった、福岡のベビースター。ほんと？うん。今度行くとき見てみる？あ、行く行く行く。ていうか、キャンペーン回るとき、うん。見る見る。うん。多分、明太子味とかなんじゃない？あ、違うな。なんだろう。あれ？あのさ、豚骨。そう、豚骨豚骨。え、豚骨って普通からない？豚骨味？うん。ないんじゃない？ないの？詳しい。何があるの？じゃあ。チキン。チキン。味噌。味噌、塩。うん。あ、この間キムチがあった。うん。うん、何か忘れてる。カレー？カレー、カレー。カレーある？うどん？うどん味？うどんとそばできたんだよね。知らない。いや、うどんとそばがあって。揚げそば。うん。で、あとなんだっけな、台湾とかどっかで売ってるベビースターが、うん、なんかね、きしめんみたいにすごいぶっといんだって。へぇー、うん。ちゃんとベビースターなのに、うん、なんかきしめんみたいなやつだって言ってた。もうついてってないゆかり。高校の時とか、うん、学校の前にあるお店、通称前店。前店。
前店でね、あのね、200円ぐらい持って、っていうか、今だけ200円って。高校生で200円って。で、100円の三ツ矢サイダーとか、瓶のやつと、あと、ビッグカツとか、そういうベビースターとか、ウーローとかを、100円分買うの、うん、駄菓子、うん、あ、いいね、それ。買ってたよ、毎日。駄菓子屋さんがあるんだ。うん。なんかね、ラムネとか売ってるの、あの、コンって開けるやつ。あの、ビー玉入ってて。そう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 。へぇー、いいなぁ。なんかね、うん、羨ましい。うん。高校時代を、ゆかりと一緒に過ごしてた友達が。キャキャキャなんか、嫉妬。キャだって一人じゃないでしょ、絶対。一人だったらちょっと面白いよね。一人じゃ毎日行ってないでしょ、200円持って。うん。それがね、なんか寂しい。なんかね、お使いとかに行くの。ゴミどんどん下に。ゴミがどんどん。ダメダメダメだよそれはダメだよ取っちゃダメだよ、行くのべさん。行くの、行くのべさん。名前間違ってるね。うん、うん、うん。あのさ、うん、もうすっかりもう終わってるからさ、うん、安心してるけど、あれ、千秒ライブ。あー、ね、うん、バッチリだ。バッチリだ。それは嘘。ごめんねー。違うのよ。私ね、出だしを間違えたの。そう、場見てある場所を間違えたんだよね。違う、出てった時にね、すごいお客さんいっぱいいたでしょ、うん、で、あれにびっくりして、で、なんか、人が違って。あー、何やってんのあ、これ問題、問題のヒント、今の音。問題のものが。なんか、こういう音。っていうか、落ちた。まあいいや、落ちても食べられるからね。3秒ルールとかじゃなく、落ちても食べられるからね。うん、いいよ。からね、話していいよ、うん。ゆかりはこれを食べてるから。そう、お客さんがいっぱいいて、で人が見えたから、うん、ついそっちに気を取られてたら、うん、立ち位置を間違えた。そう、それで、うん、なんか知らないけど、ゆかりをびっくりした顔で見たよね。あれって思って。違うの違うの。だから違くないよ、びっくりした顔で見たよ。遠いの。遠かったのね、うん。なんでそんな遠いところにいるのって思って。したら私が違った。床を見たら、うん、バミってある場所が、そうそう、ずれてて。あれ立ち位置が違うって思って、急いで戻ってたらもう歌が始まってた。ごめんね、あんなに練習したのにね。ほんとだよね。なんか面白いぐらい顔見合わせてたよね。ことあるごとに。見合わせた。うん、でも面白かった。面白かった、ね。あんなにね、人いっぱいいてくれると思わなかったから。ねえ。うん。楽しかったです。うん、感想のメールとかは？あ、そうだ、感想のメールをちょっと読んでみましょうかね。うん、ペンネーム、歴史家皇帝さんからいただきました。千秒ライブ、とても楽しかったです。うん。一階席で、おっちゃんとゆかりんの顔もよく見えましたし。おう。うん。どこが開けんだろう。ん？周りのノリについていくのが大変でしたが、もう一人の私の2番あたりから、ようやく、我を忘れたかな、うん、という感じです。ほっちゃんもゆかりんもとてもウキウキしてたのが印象的だったかな。歌もとても良かったです。僕はごきげんようかしこが一番好きです。必ずファンクラブに入ります。応援してますので、これからも頑張ってくださいっていうメールを。ウキウキしてたよね。ウキウキしてた。あんさ、リハーサル、ほら、そう、みんなが入る前にリハーサルをやったじゃん。やったやった。あんさ、ゴミ袋。ゴミ袋ね。そっちじゃない？違う、あれ、さっき渡したよ。これ、どこにゴミ入れる？そう、それでね、とにかく。違うよ、千秒ライブのことを今言おうとされたんだよ。今、しかもなんか、とんだよ、すごい。ゴミがね。あのさ、だからもうやめてください、イクノベさん。イクノベさん。いや、名前間違ってるけどね。あ、だから、千秒ライブ、リハの時は、ね、うん、すごいなんかさ、うん、ドキドキしてないんだけど、心臓は。うん、足がなんかガクガクってなってたじゃん。ガクガクした。それが、うん、なんかみんながいるときはガクガクしなかった。楽しかった、なんかウキウキした本当に。あー、うん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 。でもね、私やっぱその最初のつまずきがあってね。動揺してた。動揺してた。うん。だからね、なんかかなりガクガクしてた。本当。本番の方がガクガクした。そっか、なんかすごい楽しかったよ。うん、そう、生き生き、隣見たら生き生きしてたから。あのね、一人じゃないからだと思うの。怒り、すごい緊張し屋さんなのね、イベントとか。で歌を歌うのって。うん、あのね、一人じゃないからだと思うの、多分。でもすごい堂々としてて。だから一人じゃないから。本当に？うん。あー、そう。それは、私喜ぶところ。うん。間違ってる、喜ぶところ。
そう。緊張し屋さんですよね。津田さん、ほら、うん、マネージャーさん、うんって言ったからね、マネージャー。明らかにうんって今、丸ってしてるからね。丸が出るから。そうなの、そうなの。そっか。気にしなかった。見てたらね、すっごい堂々としてて、うん、すごい。私も頑張んなきゃと思った。堂々とはしてないけど、うん、楽しかった。うん、でも面白かった、すごく。あと振り付いてたからかもしんない。あ、だから安心して。そう、振りとかがないと、心配なの。うん、本当に、うん、そっか。でもよかった、よかった。感想のメールいっぱい来てたね。いっぱい来てたけど、うん、1個しか1人代表して、ちょっと選びました。代表して。選びました、うん。うん、ありがとうございました。うん、うん。最近どんなことが、うん、あった？私1個も食べてない。いいよ。ありがとう。飛び出た。この中には落ちたやつもある。いくのべさんは名前間違ってるけどね。いくのべさん。うん、2人とも間違ってる。美味しいよね。開け方知ってる？後ろにね、絵が描いてあるんだよ。今ヒントいっぱい言ってるからね。本当だね。これすぐわかるな、きっと。嘘、本当わかんないと思うよ。本当？これね、うん、開けるの入ってなかったもん。私うまいよ。うまいでしょ？なんでそんなうまいの？プロプロ。嘘！よくやる。お金取れるよ。うん。え、嘘？そこまでは。ちょ、やってみやってみ。間違い、それ間違い。待って、この絵の通りに。このね、絵間違ってる。これ絵嘘？これね、これの方がやりにくいの。あのね、うん、こうの方がいいんだよ、方角的に。縦がいいの？うん。横じゃないの？横じゃない、横間違い。嘘。縦に、こう、両サイドから割れ目を入れるのね。そんで、パコ。え、無理っす。無理じゃない。爪が汚れる。うん、手も汚れる。だからやだ。最近剥いてあるやつあるよね。あるある。うん。最近よくか。そこまで言うとちょっと答えじゃない、うん、それは多分先週のたい焼きの時に、うんうん、そうね、どんなことを言ったら、あたりに近かったかな。はい、魚の形って言ってるようなもんじゃない、なんか。わかった、やっぱりウェットティッシュ持ってるから、どんどん汚れていくんだ。あ、逆に。逆に。手が濡れてるから。でも、他にも。なんでそんな開けるのうまいの？なんかね、カニを剥いてる伊福部さん、伊福部さんみたい。いや、今、伊福部さん。今、なんで君は言い直すの一回。合ってたのに。生き生きとしてるよ。生き生きしてる。嘘、剥いてあげよっか？うん、無理、ちょっとなんか、滑る。嘘、やってあげる、やってあげる。うん。最近は？ちゃんと音が聞こえるように。音聞きたいかも。うん。ちょっと待って。せーの。あ、うまい！うまい！マイクゴンって今なったけどね。ガサガサって言ったから。はい。うまい！ありがとう！でしょでしょ？おいしい！すごい、これ私特技にかけるかな？もう全部開けて。じゃあ初めから剥いてきて。ほんとだよ。バカ、剥くのが醍醐味なんだよ、イクノメさん。間違ってる、ね。イクノメさん。あ、これ？どんどん合ってるよ。イクノメさんでしょ？イクノベさんって言ってなかった？合ってるよね、うん。いや、合ってないですよね。うん、合ってる。うん。いっぱい開けて。うん。開けるのが醍醐味だからね。うん。楽しい。剥いたのなんかね、買っちゃいけないよ。うん。いっぱい開けてね。うん。開けたの入れてく？中。やだやだ。やだの？開けたらどんどん食べてく。わかった。了解。最近はどんなことがあったんだっけ？最近。あ、自転車買ったよ知ってる。知ってるって言うなよ。ごめんだって、こういう時は、嘘ごめん。どんなのどんなの言おうと思って。違う、一緒にいたいたから知ってるよ、こりゃ。一緒にいた、そういえば。帰り間に合った？うん、大丈夫大丈夫。大丈夫じゃないけど大丈夫。本当？うん。自転車ね、買ったのあのね、うん、びっくりドンキー。そう、びっくりドンキー。っていうかさ、びっくりドンキーに最初に行った目的忘れてるでしょ？それかかい。それか売ってないんだね。びっくりドンキー。ドンキホーテ、ね、ドンキホーテ、ね、ハンバーグを食べに行きはったんですか、皆さん。びっくりドンキー行きたくない？行きたい。どこかあるかな？あ、うちの近所あるよ。いや、そんな遠く、そんなところまでは。そうね。うちから遠いからね、あなたのお家が。そうそう、遠い遠い。帰り時間かかるね。うち、遠いもんね、うちから。うん。遠い。あ、これまずい。え、入っていいこれ。うん。か、あ、それなんかね、黒くなってたから大丈夫かなと思ったの。ごめんね。食べさせたの？ごめんね。罠？あ、苦い。あ、今苦いのは多分ウェットティッシュ。ウェットティッシュ味？うん。そう、だからドンキホーテに、そう。ねえ、ドンキホーテにトレカって売ってないの？売ってないかった。なんかね、もうほら、ゲーム屋さんみたいなとこが閉まってたから、うん、時間的に。そうそう。だからドンキホーテなら開いてるよ、行ってみようって言って、行ったらね、うん、なくって。う
で、代わりに自転車を見つけたの。寒かったね。寒かったね、あの日。外にね、うん、なんかね、のざらしになってて、自転車が。そうそうそう。それをね、買いたくって。うん、なんか安かったの、27インチで。うん。え、6じゃない ?7。で、1万4000円ぐらいだったのね、うんうん。で、お店の人を呼びに行ったの。うん。たら来てくれるって言ってて、そう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 、ゆかりたちがのんびり歩いてきてたら、そう、そのゆかりたちのために来てくれた店員さんが他のお客さんに捕まってて、自転車を買いたい、うん、その人がゆかりが欲しかった27インチの自転車を買ってってそうでね、さらにその後ろに横入りした人がいて、うん、その人があと1台残ってた27インチのゆかりが狙ってる自転車買ってって、ね、うん、なくなったの27インチの自転車そう、そう、本当あれびっくりしたね。だってさ、あの二人はさ、私たちが店員さん呼ばなかったら、そうだよ、買えないんだもん。そうだよ、あの人たちが呼びに行ってたはずなんだよ。うん、うん、ね、ゆかりのために来てくれた店員さんがね、そうそうそう、他の人に売ってたからねびっくりしたね、うん、これ多分美味しいと思うよ。ほんと、うん、な、味の差あるの？あるある。美味しくない？もうさっきのに比べたら何でも美味しいかもしれない。ほんとに、ごめんごめん。それで結局ね、うん、26インチのピンクの、うん、あれでも可愛かったよ、カゴ以外ね。カゴ変だったね。カゴがね、可愛くないの。カゴなんかさ、斜めになってるんだよね、うん、大きい、でかいの。なんだろう、あれはなんて例えればいいのかな。なーに？なんかね、洗濯カゴみたいな。そう、洗濯カゴみたいなカゴなの。おかしなカゴだった、ね。あれだけちょっとなんか面白いんだけど、うん、そう、1万8000円ぐらいで。それは元取れた？元？元？どっから元を取るの？乗ってる？うん、乗ったよ。3回ぐらい。3回。先週買ったのに。あのね、時間が合わなくって、うん、もう自転車置き場閉まってる時間とかに帰っちゃって、あー、慣れなかったの。置きっぱなしだ。うん。そうなの。あ、でもさ、可愛いから盗まれそうじゃない？ねえ、可愛いよね、うん。でも男の子盗めなさそうじゃない？ピンクだから。そっか。逆にいいかも。なんかさ、逆にすごいレースとかをいっぱいつけたら、フリフリにしたら誰も盗まなくならない？レースか。うっとりしてる。本当かな？うん。え、もうないの？まだある、まだある。もうあんまないね。え、食べたのかな、向こうは。食べた？食べた？あ、大丈夫、大丈夫。これご飯に入れたら美味しいよね。これは入れないけど。あー、うん。美味しい、美味しい。ヒントね、ヒント今の。てかもうヒントいらないと思う。そっか。じゃあもうヒントは言わない。うん。だからね、自転車買ったの。よかったね。ずっと不便言ってたからね、うん。もうこれで悪い妖精。過去タクシーにあんまり乗ることも。私最近悪い妖精。でもね、ゆかりもすっごいいっぱい乗って、先月。うん。うん、大変？大変っていうか、面白い。領収書の山で。領収書。私もね、多分ゆかりに影響されてね、うん、最近タクシーすごいよく乗ってるの。そう、帰りの道とか乗ってる。うん、やっぱさ、楽。楽だよ。楽だよね。でもね、遊園地の近くって大きな通りがあるから、うん、いいと思うの。あ、そうそうそう、便利便利。うち、歩いたら怖いからね。うん。ん？それは危ない、乗った方がいいね。ん？ん？あ、そう。お金出されたからね、去年。歩いてみて、帰り、うん、夏。うん。ゆかべさんとちょうど電話してたの。うん。そしたら、うん、駅からずっとおじさんがなんかついてきてて、でも同じ方向に行く人だ、仲間だって思って、うん、怖いからこの人と同じ速さで歩こうって思ったのね。怖いじゃんだって。怖い怖い、一人じゃ怖いよね。そう、なんか刺されたりしたら怖いから、そうから、その人がニコニコして、1万円札を出して、って言うのね。言うのね、だからゆかり、あ、タクシーに乗れないからかわいそうだって思ってるんだって思って、いいですってずっと言ってたの、いいですそんな、いいですからって言ってて、ゆうこさんに、なんかね、お金出してる人がいるんだよねって言ったら、それは多分意味が違うんだよ。その人こそから逃げなきゃいけなかった。そう、1万円札を出してて、うん、奪って逃げればよかった。何枚持ってたのかな。え、しかも1万円だけ？わかんない。なんか、お金を持ってることはわかったんだけど、うん、何枚持ってるかとかもう怖いじゃんだって。怖い。基本的に。うん。だから怖かった。1万円だけならいい。安いよね。1万って安いよね。安いね。それ本当にタクシーの意味かもね。でしょ？思うでしょ？逆にね。うん。いくら持ってたのかな、あの人。わかんない。奪って逃げればよ。でもね、サンダルだったから。あー、走れないね。そのサンダルだよね、きっと。それで、だから、
あの、コンビニに隠れて、うん、そう。そう、ゆくべさんなんか携帯の電池がもう切れる切れるって言ってて、で、その時なんだっけ、タクシーに乗って帰らなきゃ家に帰れない時間で、うん。ギリギリだったんだよね、タクシー代が。なのに、だからお金を使うために四部屋まで歩いてたのに、なのにゆかりその少ないお金で、携帯の電池を買ってもらって、ゆくべさんに。あ、え、その後どうなったのじゃあ。どうなったんだっけ、コンビニ、なんかしばらくなんかうろうろゆかり隠れてて、うん、お家とか分かったら嫌じゃん、なんか。そうだよね、そうだよね、怖いね。うん。え、それでいなくなって、うん、無事無事。無事帰れて、うん、で、ゆくべさんはゆくべさん帰れた僕は、とりあえず、お金が6000円ぐらいしかなくて、うん、6000円だったら、僕、新宿から、帰れないんですよ、タクシーだとね、うんうんうん。だから、四ツ谷ぐらいまでだったら歩いて帰れるから、四ツ谷ぐらいまで歩けば6000円で帰れるから、うんうんうん、四ツ谷まで歩いてる最中にその電話で、で、それで電池を買ったことにより、それで、また1000円ぐらい。で、さらに、その、四ツ谷からもうちょっと、歩いたんだ。お茶の水付近まで歩かさせていただきました。ご苦労。いい話だね、なんかね。感動的な話でしょ。よかったね。ただその日はAD の立石さんと、うん、大和なでしこと、うん、こうご飯を食べてて夜中。そうだからもう夜中だから、うん、そう帰れないから。うん、そう帰れなくなって、うん、あやばいってあ帰れないと思って。もう無理だと思ったんで、ほっちゃんが、うん、そうそう。じゃあ、ゆふくべさん、じゃあそんなに遅くなるんだったら、うん、じゃあみんなで朝までカラオケとか行って、時間過ごしましょうよとか言ってたから、うん、でもそれは悪いから、って。そうそう。うん、でもそんなひどい、そんなね、かわいそうですから、ずっとほっちゃん言ってたから、うん、じゃあみんな朝までカラオケとかやってくれんのかなと思って、向かいに、電車が山手線が来て、で、ほっちゃんがそれ乗ってって、じゃあそういうわけで、じゃあねーって言いなくなって、ええー、ないから俺それで歩いてたんですよ。そうだってゆかり会う時ゆかりはもう先に自分のホームに行っちゃってて、うんうんうん、それでゆいとメールをやってて、電車乗れる大丈夫、伊福部さんは大丈夫かなってメール打ってたら、うん、私は大丈夫です、電車来たんでじゃあ行ってやんの。あの日だよ。いろんなことがあったんですね。別に私がおったんじゃないよね。でも、だって一番そこでみんなを止めてくれてたら、ゆかりはあの怖いおじさんにも会わなかったし、ゆかりさんも電池を買うことはなかったし。そうだ、私もでも多分途中とかからタクシーで。そうだよね、結構お金かかるよね。うん。ね、これ失敗したでしょ。うん、こうやって食べる私。だからいっぱい剥いてくれたから食べて。うん、わかった。うん。何の話をしてたんだっけ、ちょっとなんか変な雰囲気になってるから、うん。和むお話を、はい。普通のメールを、はい。すごい進行してるぞ。うん。これ、誰だこれ。データ、マン。1名。どこだ？あ、ID。これ ?2DI。じゃあ、ドット I だこれ。これだ。これ。あった。ハンドルネーム、ヘッポコリスナーさん。ヤマトナデシコの皆さん。二人。ヤマトナデシコだと思われてんじゃないの？嘘、イナクベさん。うん、さっき言えてた、イナクベさんって。なんだっけ、忘れちゃった。そしてドリカンの皆さん元気にしてますか？ちなみにこういったメールを書くのは初めてです。うん、ところで、ヤマトナデシコの方々にとって、や二人二人。小さな幸せって、何ですか？うん、僕はコンビニなどで売っているおにぎりが海苔を切らないように開けられた時なんかがそうですね。あ、大和なでしこお二人はどんな時に感じますか？うん、二人だって知ってるんだね、でも、うん、ご存知でいらっしゃった。うん、わかる。こうわかるね、うん、逆にだからさ、海苔が切れるとさ、ちょっと嫌な気分になる。そう、なんか三角のとこ残るの。そう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 。でも、うん、あのね、海苔巻きとかあるじゃん、おにぎりじゃなくて、うん、海苔多いよね。ゆかり、横っちの方いらなくなって、ペリペリペリって破って、はい、多い。あげるの多い。そうそう。うん、あそこもらってもかな、もらったことあるような気もするし、食べたいかなって。食べたいけどね。優しい子やね。あかりさん、うるさい、してない、してない。わかる。うん、私ね、これ、うん、何、あのさ、ペットボトルじゃない、ボトル大きいサイズのさ、シャンプーとかリンスの、うん、あの、ポンプのやつだ、うんうん、ポンプのやつの一番最初開けるとき。
幸せじゃない？なんかね、スポンって上がってくるので、シュッシュッシュッ、出ない出ない出ないってなるとき、で、キュッて、うん、出るとき。でもあの、キュッて開けるのがすごい幸せ。あれ？閉めるときは？閉めるとき？閉める、ね、全部なくなって、捨てるときに、また閉めない、うん、閉めない。え、閉めるの？閉めるのルール？あ、閉めるんだ。閉めるね。女の子だね、ヨッカちゃん。ねー、女の子だよ。乙女だもん。そりゃ先週ね、自転車買いに行った後で、ヨッカちゃんの車に乗せてもらって、うん、そりゃね、夜中に、うん、ロイホで、うん、ロイヤルホストで、うん、肉食べたさ。うん、しかもね、大人じゃない、乙女、乙女。乙女か？しかもさ、おごってもらった。そうそうそう。ゆかりヨッカちゃんにおごってもらった。なんか知らないけど、自転車とゆかりを送ってもらってるのに、そうそう、ヨッカちゃんにおごってもらってるの。明日ね、その次の日が、たてしさん、朝早く仕事なの。うん。なのにね、自転車を乗っけて、いっぱいシートとか倒して、車の、飛んで自転車を乗っけて、攻められてるのかな？ホームまで送ってくれた。普通、怒るのは、ゆかりじゃないの。ゆかりもそう思ってて、出そうかなって思ってたら、伝票持ったヨカちゃんが刺そうと、うんうん、あの、トイレ行きたくって、お手洗いに、うんうんうん。で、ちょっとお手洗い行ってくるから、あ、じゃあ会計済ましとくよって言って、うん、いやいやいやって言ってたら、うん、私ね、パチンコ買ったし、うん、今日自転車買ったじゃん、お金ない言われて、あれありがとう。間違い、そこ間違い。この借りはいつかきっと、っていう。あ、ちなみに、ヨカちゃんは、うん、ドリキャスをもらったヨカちゃんね。あ、わかんないかな。ドリカン聞いてないとわかんないね。あ、そうだね。AD の立石。そうそう、千秒ライブの時に、スタッフみんな寝てなかったからね。うん、あー、そう。それで送ってってご飯を食べて、その後に、お仕事に。そうだ、朝で。お仕事行って、うん。で、なんかなんだかんだでいろいろ仕事が重なって。疲れてないの？疲れてないの。で、しかも、千秒ライブの後で、うん、あの、またご飯食べに行こうって言うから、わけのわかんないこと言ってるからね。わけわかんないって、寝かせてあげるよって。寝かせてあげるよ。意味わかんないからね。これで、ちゃんと奢ってもらった。あ、でも全然、ほんとに。でもまたなんか、まだ足りないから。ほんと？いいのぁ。そうなの、そうなの。何の話をしてたんだっけ？ん？あ、シャンプーだ。あ、そうだ。シャンプーだ。何が幸せかだ。やっぱりなんだろう、そういうささやかなの？うん、なんかある？猪熊さん。なんだっけ、猪熊さん。だから、間違ってんの、無理やりさ。テープを交換しようとしてる。やばい。また長い。長い長い。え、なんで？でも、まだ28分だよ。だよ、でも、本当はどっか行って15分なんだよね。だからね。じゃあ、次。そうだね。見ましょうかね。うん、幸せなことは見つけとく。見つけとく。あ、そっか。うん。見つけとこう。今週は何をしよう？今週は、あ、引き続き、募集していたキャッチフレーズと略称、言ってみましょうか。あるよ、うん。キャッチフレーズはどっちだ？なんか、皮とかカスがいっぱい乗ってる。あれ？これ？これ違うの。こっちからある？メール見つけた人からね。オッケー。あ、じゃあさ、逆言ってもいい？え、いや、もうキャッチフレーズ。キャッチフレーズ。あるじゃん、これ。ゆかりちゃんと書いてあげてるじゃない。ありがとう。うんと、ほっちゃんゆかりん、はじめまして。はじめまして。海の先森交換少尉さん、という申す者です。はい。大和なでしこの略称は、うん、山っ子。あ、そこ略称だ。間違った。こっちじゃない。違う、キャッチフレーズを採用しようと思ってたの。ゆかりとゆいの二人三脚、転びそうで転ばない大和なでしこ。的は得ていると思う。うん、転ばないよ、ね。転ばないところが。転んでも、あ、目つぶった。転んでも、支えてくれるからね。お互いね。あ、そうだよ。人という字は、支え合って、人が支え合って、人という字。生きていくんだよ。そうそうそう。いいじゃん、それ。支えてくれたからね、あの、アムロナミエちゃんのライブの時に。これすごい眠くって、なんかずーっと寝てなくって、あんまり。うんうん、なんかね、立ったまま、うん、ライブを見ながら、カクーンって。そうそう。ナミエちゃんのライブを見てたのね。うん。で、隣のゆかりが倒れたからね、カクンってなってるから、はぁーって、カチーって支えてもらった。びっくりしたー。なんかさ、カクンってなったのかなって思ったの、足首が。
違う違う意識が遠のいたもん。それよかったね、私。うん、よかった、気づいて。危なかった、俺、うん。あれだって、私たちちょっとかっこよかったもんね。うん。スタントマンみたいだったよね。スタントマン？ライトとお姫様みたいな。意見が分かれる。まあ、キャッチフレーズを。はい、次じゃあ行ってみましょう。大正ロマンさんからいただきました。はい。ゆいさん、ゆかりさん、こんにちは。こんにちは。山田なでしこのキャッチコピーということで、ない頭を使って仕事中に考えましたので、思いついたので送ります。うん。日本の花、梅、桃、桜に、山田なでしこ。あと、もう一個いい？うん。新、日本の乙女。どうですか？新、日本の乙女。新、新しい。これ、誠ならダメかな？真、真、真実の真。ありがとうございます。まだ引き続き。引き続き、ちょっと僕が。あ、ね、違うのよ。その後ろに、の、大和なでしこってつくからね。あ、真、日本の乙女、大和なでしこ。うん、そう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 。っていう風にゆかりは考えてた。そっかそっか。まあ、うん、でもこれもいいと思う。で、行きましょう。略称。はい。そっちから。はーい。これはどれ、あ、うん、どれを読むのかな、わかんない。これでいいのですか？いいのですか？いいの？原田さんからいただきました。ナマコです。ナマコ。いきなりすみません。私が考えた大和なでしこの略した言い方です。ヤマトからマを取って、なでしこからナを取って、さらにユカリンお気に入りの娘、モニング娘の、娘丸をつけて、あら不思議。前代未聞の生子の誕生です。先っぽの子みたいなもん、ね。そうそうそう。うんとね、ひらがなで、な、ま、で、娘の子丸。なるほどね。うん。こっちはね、仙台市の、ペネムカズくん。はい。こんばんは、こんにちは、どちらでしょうか。今回は略称の方にメールを差し上げます。うん。桃色2はどうでしょうか。ゆかりさんの美味しいところはパクるべきなのを聞いて思いつきました。ああ桃色 2! 桃色 2! 桃色 2! いいよね。ねえ。怒らんないよね。桃色2いい。桃色2いいね。桃色2いい。すごい心を。でもね、桃色2だと、大人でし、なんかで使いたいね。なんかで使いたいね。なんかで使いたいね。なんかで使いたい。同じことしかやってないよ。これなんかで使います。言いたいんだ。多分。多分なんかで。使えたらいいな。うん、使えたらいい。うん。うん。あ、でももう一個行ってみましょうか、略。うん、KZ さん、僕も大和なでしこの愛称を考えてみました。山梨。もっと略して、山。山かぁ。かわいいね。かわいい。山のタイアップ取ればいいじゃん。山のタイアップ取ればいいよね。全国の山。山梨のタイアップ取れないのかな？そう、それちょっと思った。山梨のタイアップ。なんかさ、たまにない？なんとか県の提供でお送りしますっていうようなの。はぁ、それいいじゃん。じゃあ、でもここにあるのね。うん。そう、あのね。うん。とんでもない間違いをね、今まで気づいてなかったの、誰も。うん。これ誰だ？これ、いっぱいね、あれがあるやつでわからないよ。これどこだ？ゆうしくんかな？多分、ゆうしくん。間違ってたらごめんなさい。お二人とも、略称を山名湖にしてタイアップを取るとか申しておりましたが、日本に山名湖という湖はありません。浜名湖か山中湖ならありますけど、もしかして混ざってます？まあ架空の湖ってことにしてもいいかもしれませんけど、それだとタイアップは無理ですね。それでは今日はこの辺で。混ざってた。認めた。でもさ、これさ、これやろうって言う前からゆかりずーっと山名湖山名湖って言ってたじゃん。言ってた。誰も気づいてないよね、山名湖ないってこと。だってさ、すごい堂々と言ってたよね、山名湖ってね。
だって地元の方にとかあるんだと思ったのも私。山名湖ってないの？前さ、山名湖ってどこにあるんだっけって話になんなかったっけ？そう。なんなかったっけ？多分ね、うん、京都の近く？私佐賀の近くって思ってた。京都の近くに多分あるよ、山名湖。探してみましょう。そういうわけで、略称はもう決めました。お、決まった。それは、うん、山名湖ないよないよ。山名湖ないけどさないのに使うの。あ、子は娘ね。それならね、湖だったらね、ないけど、子なら、じゃあ。取れないかな、タイアップ。山名湖ないって言ってるじゃん。違う、浜名湖と山名湖の両方取れないかな。なんかそこ、仲悪かったらどうする？山名湖と、あ、違う、浜名湖と山名湖の、なんか愛の架け橋。山名湖。意味わかんないけど。ならないかな。そうなるようにじゃあ、山名湖で頑張ろうよ。山名湖で頑張ろう。うん。山名湖決まり。決まり。というわけで、はい、募集するのは、あとはキャッチフレーズですね。そうですね。うん。うん、あとね、これ書いてあるの言ってもいいの？そう、次回からのテーマ？次回からっていうか。今日からのテーマ？せーの。オリジナル曲を作っちゃおうかなです、です。うん。何を？使えないんだよね。そう、あのね、うん、大和なでしこの歌はあるんだけど、あ、何、著作権とかの関係で、うんうん、インターネットで歌は流せないらしいのね。そう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 。それだと何かと不便、うん、かつ寂しいので、うん、オリジナル曲を作ろうかなーって。うん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 、っていう風にみんなは考えております、スタッフ一同。うん。これはそれでどうするの？どうするの？いつできるの？いつできるの？今鋭意制作中。そう。誰が？ドリカンスタッフが。うん。なのでなんか曲ができそうな感じ。CDR とかで焼いてね。どんどん焼いていこう。焼いていこう。手焼きしよう。私たちが。焼いて、書いて、配っていこう。親方ん家に行って、焼こう。どうしよう。どんどん焼こう。これはさ、なんかするの私たち。いや、ボーカル撮り。あー。もう、ここで？名前決めなきゃね。スタジオで。スタジオ。え、QR のスタジオ。お金かからなく、テーマ曲を作ろう。うん。と思ってまーす。うん。せーの。できたー！来週も、おはがきとメール待ってまーす。今週の重大発表！あのね、急出る前に喋っちゃった。話も振られた。あのね、あのね、あのね、チョコボールのね、あのね、あのね、開け方をね、うん、違う。開け方？銀のエンゼルの教えてって言ったら、うん、あのね、罠かもしれないけど、メールが来たの。来たね。で、チョコボールを買った。買った。にしろハート、にしろハート、にしろハート。何個だ？28個。買った。あのね、お店にあったの買い占めた。はーい、これでじゃあ見分けてみましょうよ。あのね、うん、ここを見分けるらしいんだけど。うん。じゃあさ、これぞ、これぞって思うのを取ればいいんじゃない？あ、そう、あのね、うん、見分け方は教えられないけど、書いてくれたのは、うん、ラジオで、ラジオネームないのかな、どれかな、本名でいいのかな、純一郎くん。うん、ありがとうございます。いろいろ書いてきてくれてるんだけど、うん、あのね、でもね、もう間違ってることがいっぱいあるのね。まずね、今回はピーナッツを例にしてみましょうって書いてあるのに、イチゴの方が圧倒的に多いからね、買ってきたのね。しかもこれピーナッツ？これピーナッツだよ。ピーナッツだ。ほいでね、うん、そのためには、チョコボールを売っている数が多いお店に行きますって、28個しかなかったからね。28個でもある方じゃない？そう。うん、で、まぁいろいろ書いてあって、うん、ただね、うん、書いてあるんだけど、見分け方わかんないので、ね、全部開ける。ほんと？でもさ、これぞって思うの1個さ、最初に開けてみれば？外れ。そう。全部外れたらめっちゃ悲しくない？悲しいね。うん。なんかね、おもちゃの缶詰ね。うん。なんかパッケージ変わってない？これどこ見るんだっけ、ゲームエンジン。くちばしだよ。あ、あった！あった！あった！嘘！でも見分け方わかんない！
まだわからないから、それの前かな。銀のエンゼル出した人初めて見た。いや、嬉しい。すごーい。出るもんだね。こんだけ買うと。うん。うん。チョコ臭い言うな。ねえねえねえ、ゆかりね、わかった。銀。そう。銀あった。集まるんじゃない？ねえねえ、わかったよ。見分け方。見分け方じゃない。銀のエンゼル当てる方法。うん。買い占める。28個買う。買い占めるだよ。出る。でもこれでもなんか、あるかな。もうないかな。金見たい。これ金見たことないの。金見たことない。金は1個で送れるの。金ってすごいないって聞いたよ。5個でないかな。すごいゆかりね、うん。あのね、プロみたいになってる。早い。チョコボールの。すごいよ。この周りの噛み開けるプロみたいになってる。みんな上手くなってる、なんか。っていうかね、誰そこバラバラ、バラバラ置いてる人。チョコボールを。私じゃないよ。違うよ、明らかにゆいだよ。嘘。さあ当たり落ちちゃうで。あのね、28個中2個しか当たりはないね。ないね。見分け方わかんないよ。全部同じに見えちゃう。これ当たり？これとこれが当たり。うわー、銀のエンゼルだー。ということで、2個当たりが出た。うん。ってことは、28分の2は、約分できる。14分の 1? 14分の1だ。14個買ったら1個当たるって計算だ。でも、だって、こっからここまで14個買ったら全部外れだよ。そうだよねー。頑張れ。なんかもっとわかりやすいのないかなー。てかさ、これとさ、当たりの見比べてみればいいんじゃない？そう、だから今見比べたよ、十分。うん。でもね、全然わかんない。わかんないな。差がわかんないな。もっとさ、もっとさ、もう何も当たるの見分ける方法言ってないからあれなんだけど、うん、なんか知ってる人いないかなぁ。ねえ、あのさ、いそうだよね。だってさ、作ってる人は、作ってる人は教えてくれないよ。いないからね、きっとね。うん。そっか。もっとわかりたいよー。もっとわかりたい。でもとにかく2個当たりが出たということで。うん、大成功。今のが、今週の大発表、次大発表。でした。2個当たり。山となでしこたち、山となでしこ宣言、そろそろおしまいです。番組では皆さんからのおはがきとメールをお待ちしています。おはがきは郵便番号 160-8002番、文化放送ドットアイ大和なでしこ夏大和なでしこ宣言の係までです。メールは di@joqr.net です。おはがきとメールを読まれた方で全員に大和なでしこ特製絵はがきを差し上げます。あのね、うん、これ変わった？もしかして味。うっそ。いちご？いちごね、サクサク。え、サクサクになったって書いてある。あ、エアパフみたいなの入ってる。え、美味しい。うん。今までほら、チョコレートだけだったじゃん、中身。おいー！ねえ！いっぱいありますぜ。でかい、みんなでやめましょう。姉さん。やる負けしようね、うん。うん。今週の感想。うん。口の中が甘い。何かを言おうとしたの。何何？忘れちゃった、ごめん。今のいちごの美味しさで。なんか言っとかなきゃいけないことがあったの。言おうと思ったの。いや、言っとかなきゃ絶対ダメなの？わかんない。え、あ、お肉食べたいとかじゃないよね。違う。いや、思い出せそうにない。13日は、うん、土曜日は、うん、名古屋、ナディアパークに、ゆかりすごい未来で言った、行きまーす、行きまーす、楽しみに待っててください。合ってるよね。うん。まあなんか、あの、下の方をクリックしたら多分そのページに飛ぶ。あ、いけると思う。いけると思う。細かいことは、あの、調べてみてください。お願いします。します。うん。来週何作る？来週曲作んなきゃ。でも一週間でできるもんじゃないじゃん、そうだよね。でもさ、曲作りでなんかしたくない？何する？なんだろう。何ができるのかな？今日たちにできることは何？ CD ロムをセットして何かのボタンを押す。焼くために。一回一回ね。出して、また入れて、
押して、出して、あの、工場でウィーンってなってるのを自分たちでやるからね。こうやってるの。この動きは、なんか、あ、これほら、あの、CD をピッて、ハマってる CD をピッて、ピッて、ピッて。映像ないからわかんないね。はい。こんな感じでいいですかね。うん、うん。それでは、来週も、ヤマトナデシコ。あ、いいや。それでは、来週も。いや、違うの。それでは、来週も。来週も、終わっていいよね、終わっていいよね。ありがとうございます。あとで教えてよ。うん、うん。それでは、来週も、ヤマトナデシコ、ダチヤマトナデシコ宣言に、何食べよう。人口増加における慢性的な食料不足は太陽系各地で数々の内戦を生んでいた。この事態に対し、宇宙環境の保全に重きを置いた宇宙開発機構 SDO は、各惑星間の貿易における破壊活動を阻止するため、秘密裏にテラ活動を阻止する美少女チーム、ヤマトナデシコを組織する。ヤマトナデシコに与えられた第一の指令は、悪名高い宇宙ギャングマスワーの逮捕。悪戦苦闘の結果、ユイがアステロイドベルトまで追い詰めたマスワー。しかし、その時ユカリは。次回、ヤマトナデシコ、脱ヤマトナデシコ宣言第6話。お前の親父、俺のパパから給料もらってんだぜ。に、カミングスー